んにちは、インフラエンジニアのゆうたです。今日はですね、ガンダムシリーズ名言に学ぶ処世術、そういうテーマでお話ししていきたいなと思います。はい、完全にこの僕の趣味のキャラクターなんですけれども、やっぱりね、ガンダムってたくさん今シリーズやっていてですね、セリフに、重みがあるセリフとか結構あるんですね。そこからその僕らだったらどういうふうに、そこからその何ですかね、受け取れるメッセージというか、僕らだったらどういうふうに考えていけばいいのかというようなことをですね、話していきたいと思います。はい、5つあるんですけれども、まず1つ目ですね。はい、マニュアル通りにやっていますというのはアホの言うことだ。ないですわっていうことですね。ターン A のこれラスボスなんですけども、ターン X っていうのに乗ってるギム・ギンガナムっていうですね、恩大将と言われるやつがいるんですけども、これはですね、部下に対して言ったセリフなんですね。これはですね、その決められたことしかできないものはダメですと、自分で考えて行動しましょう、マニュアル人間にはなるな、そういうことを、言ってくれてるわけなんですね。なんですかね、マニュアルってことで僕らの場合だと、例えば手順書とか、マニュアルでもいいですけれども、それをそのままやってもできないことってありますよね。例えば環境だったり、なんですか、ミドルウェアのバージョンだったり、いろんなことのが要因で、うまくいかないことって、多々あると思います。そのままバーって流してできるのっていうのは、結構稀というか、ちゃんと完成されてるものですね。そういう 手詰まった時に、ちゃんと臨機応変にですね、自分で調べたり、周りの人を巻き込むなりしてですね、ちゃんと対応していかないといけません。そういうことを、教えてくれてるわけですね。2つ目ですね。君の歌は好きだったがね、だが世界は歌のように優しくはない。私もまだまだね。はい、ガンダムシードのラウル・クルーゼの選手なんですけれども、歌姫と呼ばれるですね、ラックス・クラインっていう、歌手みたいのがいるんですけど、その人が乗っている船に攻撃をする時のセリフなんですね。で、ここから学べることはですね、その物事を上辺だけで判断せずに、ちゃんと本質を見極めましょうっていうことを教えてくれてるわけなんですね。はい、分かりやすいところで言うと、例えばその就活用のパンフレットだったり、転職とかでもそうですけど、あとはその求人広告とか、そういうところって、その自分の会社が出してるわけなので、その会社のいいところしか書いてないわけですね。いいところをいいようにアピールしているわけなんですね。なので、よく見えることは外面だけしか書いてないんです。はい、なので、具体的なデメリットとかないのかなとか、悪いところないのかなじゃないですけども、そういうようなことを、なるべく面談だったり、その現場ですね、ちょっと見させてもらって、その会社が自分に合っているのかと、ここに入って大丈夫なのかな、そういうところの本質というかですね、悪いところもちゃんと、見極めた上で判断していこう、こういうことを言ってるわけですね。はい、ごめんなさい。でこの歌っていうのはですね、その平和を歌うような歌なんですね。だからこういうようなその何ですか、上辺だけの歌とは、歌のようにその世界はですね、平和ではなくて、実際その悪もはびこってるんだよってことを言ってるわけですね。はい、3つ目ですね。生の感情を丸出しで戦うなど、これでは人に品性を求めるなど絶望的だ。こんなはずでは。これはゼータガンダムのパプテマスシロコの、セリフなんですけども、これなんかですね、結構有名なセリフなはずなんですけれども、多分なんか最終決戦の前にそのレコアだったかな、
決戦前にちょっと話すときに何か言ってたような覚えあるんですけども、まあ、これは本当そのままというかですね、まあ、感情的になってはいけませんと、論理的に考えてお仕事をしていこうということを言ってくれてるわけですね。まあ、何でもそうですけれども、その商品を買ってもらうとき、まあ、自分が営業しに行くときですね。なので、まあ、僕らの場合だと、まあ、僕自身の営業であったり、コンサルティングとかの営業になるんですけども、その時に、まあ、俺はすごいんだ、何でもできるんだ、まあ、なんですかね、まあ、そういうその感情だけ伝えても正しく伝わらないですよね。あっちからすると何がすごいんだか分かんない。なので、まあ、ちゃんとその商品ですね、自分の魅力を具体的に、僕は例えば、Linux が、6年ぐらい経験ありますと、まあ、こういうミドルウェア構築してきました、なので、お仕事のところで、まあ、こういうことが役に立てると思います、まあ、そういうようにですね、まあ、具体的な、伝えることが重要ですというのを教えてくれているわけですね。はい、で4つ目ですね、はい、世界が我らを黙殺するから我らは世界を滅ぼすのだ。絶対泣かせちゃうもんね、はい、これはですね、ガンダム X シャギアっていうですね、これも悪役なんですけれども、まあ、主人公がロードランですね。で、シャギアっていうのがまあ敵役の、まあ、ラスボス的な感じなんですけども、まあ、それ最後にですね、戦った時に言ったセリフなんですけれども、でガロードがそのなんでこんなことするんだ、世界をなんだそのはちゃめちゃにするんだみたいなことを言うとですね、まあ、こういうセリフを言うんですけれども、まあ、彼らはですね、まあ、カテゴリー F ってカテゴリーフェイクと呼ばれていて、まあ、これ何かというと、超人、ガンダムの世界である超人って、まあ、ニュータイプっていうんですけど、まあ、それの劣化品っていう扱いを受けてるんですね。まあ、ニュータイプとして育てた、ニュータイプとして育てたけど、ニュータイプになれなかった落ちこぼれ、出来損ないな、扱いをされているというわけなんですね。で、ここからですね、学べることは、まあ、例えば、給料が少ないのは、会社のせいだとか、やりたい仕事ができないのはマネジメントができない上司のせいだ、税金が高いのは政府のせいだっていうふうにですね、嘆く人ってたくさんいると思います、だけれども、まあ、そのようにですね、周りに責任を、なすりつけているだけでは、まあ、何も始まらないし、まあ、何も進歩しないわけですね。なので、まあ、自分自身の力で切り開いていけと、まあ、そういうことを言ってるわけですね、うん、まあ、給料少なければですね、まあ、転職活動をするなり、まあ、自分で何か副業を始めたりですね、まあ、自らが主体となって、未来じゃないですけども、それを切り開いていきなさい、そういうことを言ってるわけですね。ちょっと言葉尻からするとそんなこと言ってないじゃんと思うかもしれないんですけれども、まあ、彼らもですね、まあ、そういうふうに自分が虐げられていて、まあそういう扱いを受けているから、まあ、世界を滅ぼすためにですね、まあ、世界を滅ぼして自分たちでいい世界を作っていこう、まあ、そういうような、気持ちで、まあ、その出撃して戦っているわけですよね。だから、なんですかね、まあ、僕らもそういうふうに世界のせいにして、こう頭を悩ませているだけではなくて、ちゃんと自分も攻めていかないといけないな、まあ、そういうことを教えてくれているわけですね。で5つ目、はい、止まるんじゃねえぞ覚悟を決めましょうということで、鉄血のオルフェンズのオルガ・イツカっていうやつがいるんですけれども、これ最後にね、最後というか、まあ、いろいろテロリストにとあるタイミングで襲撃されちゃって、で、まあ、残ってる船員がいるんですけれども、まあ、その人にですね、まあ、思いを託しているっていう、まあ、セリフなんですけれども、これはすごい名言というかですね、名言ですよね、はい、まあ、これそのままですよね、まあ、止まることなく勉強に励んで、まあ、高みであったり自分の目標に向けて、目指していこう、まあ、そういうことを言って教えてくれてるわけですね。
その IT エンジニアのですね、まあ、特にまあ、常に勉強をしていって、まあ、最新技術だったり、まあ、なんですかね、自分のスキルっていうのを、まあ、キャッチアップしていかないといけないっていう、まあ、そういうような職業です。なんですね。なので、その勉強をしないっていうのは、まあ、停滞ではなくですね、まあ、怠惰って呼ばれてますよね。他も勉強してるから、自分が勉強しなかったら相対的にその他に比べて落ちていくということなんですね。ちょっと勉強して初めて、勉強して初めて、その現状維持。なのでそれ以上の勉強をしないといけないということで、まあ、常にですね、その攻め続ける姿勢が、大事ですと。そうですね、大事ってことですね。まあ、彼はその死に際に体を張って、僕らに伝えてくれたというわけですね。というところでですね、今回5選紹介させていただきました。どうでしたかね。自分でこれ作ってる時は結構楽しかったんですけれども、なんか受けが良ければなんか他のもちょっと作ってみようかなっていうふうに思っております。というところでご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録もよろしくお願いします。また見てください。バイバイ。